皆さんこんにちは、名倉博康です。今日は誰もがハマってしまう、無意識にハマってしまう迷いのシステムについてお届けしたいと思います。で、これはセミナーなんかではよくお話しした内容なんですけども、未だにね、たまに、言います。というのはすごくこう分かりやすいという感じてもらえる体験なので、お伝えしてたんですけども、それはどんな体験かというと、まあ、僕たちはですね、絶対に迷うように作られてるんですよ。で、迷いがない人っていうのは、まあ、強烈にうまくいくわけなんですね。でもほとんどそんなことはありえないです。必ず迷うように作られてます。それは何かを感じた時、ね、本当は一つしか感じてないんです。だからそのままもし何も考えずに行動することができたら、もうストレートにそこに行けるんですが、いかんせんそうはいかないです。感じた後に必ず考えます。考えるということは迷うということです。例えば、ね、何月何日あそこに行きたいなって感じたとします。考えずに行けば行けるんですね。だけどその後必ず考えます。スケジュール的に行けるかな、お金が足りるかな、あるけどちょっと減ったら今月の支払いが大変だなとか、いろんなことを考えます。仕事が休めないなとか。だけど、最初に感じたのは行きたいってことなんですよ。もし何も感じずに、考えずに、そのまま行動に移すと、すべての問題がクリアできるんですね。で、これは、なかなかと言ってもっていうことなので、僕の、もうこれは本当に新人の頃のね、体験で、自分でも面白いなと思ったんですけども、こういう話は教えてもらってたんですけども、僕はね、すごくこう、このミロスに来る前、非常に体調が悪くて、まあ寝たきりも体験してたんですね。なので、頭の中で、その時の恐怖が非常に残ってました。人間っていうのは体験しなければ何も怖いことはなかったんですが、体験してしまったらやはり、頭の中に記憶として残りますからね。メモリーが残るので、非常に敏感になってしまうわけですね。ナイブというかナーバスというか、そういう心の状態になってしまうんですが、で、僕はある日にね、まあ、今のミロソフィアのね、最初の頃のミロソフィアに毎日のように、会話してもらってました。で、その時にちょっとね、あ、体調がちょっと今日悪いなって、しんどいなって、まあ、感じた日があるんですね。で、もう過去の自分の体調の悪かった時の恐怖が、まあ、それはやっぱり寝たきりになるぐらいですから、まあ、いろんな面で非常に苦しかったのでね、その記憶がありましたから、メモリーが頭の中に残ってましたから、あ、怖いなってやっぱり瞬間的に、まあ、そう想像してしまうわけですよね、過去の自分に。で、今本当の話そうなるかどうかわからないのに、過去の体験が足を引っ張ってしまうわけです。で、急いでちょっと、いつもより早めに帰って、電車の中でも、もうできるだけ、体を休ませようってことで、目をつぶって、まあ、うとうとしてたんですね。で、そうすると、その電車の中で、まあ、メールが届きまして、まあ、それは、僕の大好きなお友達でね、仲良くさせてもらってたお友達から、メールが届きまして、まあ今町まで出てきてるんだけど、
近くにいたらお酒を飲みに行かないっていうお誘いを受けたんですよ。で、僕は瞬間的に、わ、行きたい。やっぱりね、仲のいい友達で一緒にいると楽しいですから、行きたいわけですよね。これが僕の最初に感じた僕の気持ちです。ところが、その後、僕の思考が僕の邪魔をしました。うわぁ、こんな体調だったら、お酒なんか飲んだら、明日だけじゃなくて、ね、明後日も2、3日は大引くぞって。やめとかなきゃと、やめとかないといけない。ね、まずは、体のことを第一に考えて、ね、もう今日は断念しよう。いや、でも行きたいな。まあ、こういうふうに二つの自分がいて、迷うわけですよね。葛藤するわけですよね。行きたい自分、やめとこうという自分、もう真逆ですよね。これ相対ですね。まあ、相対の自分が、どっちにしようか迷う、葛藤が起こるわけですよ。で、そうしていくと、もう、どうしたらいいか分からなくなっちゃって。で、僕当時ね、本当に、もう笑えるぐらい、ダサい話なんですけども、二つの返事を用意しました。行くよっていう返事。今日はやめておくよっていう返事。でね、すごく悩んだんです。悩んだんですけど、これ、素晴らしいことに電車に乗ってますからね。また、お友達が、お友達も僕のスケジュールを伝えないと、やっぱり向こうも、予定を組めないじゃないですか。だから二つの条件が、まあ、上手に整ってくれていて、もう返事を しざるを得ない。早くしないといけない。っていうことですね。なので、とにかく行動に移しました。この行動に移すっていうことが、非常に大事です。で、まず、もう僕は、はっきり言ってその当時、エゴに完璧に負けました。もうやられちゃったんですよ。トリックに引っかかっちゃったんですね。そして、今日はやめておくっていうメールを送ったんですよ。で、もやもやとした気分で、また目をつぶって体を休めなきゃということでね、うとうとしてたら、僕関西なので、関西の人ってね、すごく、特に関西のおばあちゃんってこう、電車の中でも声が大きいんですよね。で、僕、電車の端の方に座ってたんですけども、その向こう側の端ぐらいにね、こう元気のいいおばちゃまたちが、ワイワイ、大きな声で喋ってるんですよ。で、なかなか、もう関西のおばちゃんは、うるさいな、眠れないな、みたいな感じでね、目をつぶっていたんですけども、その方たちから、一言だけ、僕の耳に飛び込んでくる言葉があったんですよ。それは、そのメールを送った直後に来たんですよ。逃げたらあかんって。その言葉だけが、たくさんそのおばちゃんたちは、会話をしてて、ずっと笑い声が聞こえたりとか、話し声が聞こえてて、その言葉は全く聞こえなかった、聞こえないというか入ってこなかったんですよ。ただ一言だけ、僕が行動に移したその後、逃げたらあかんっていう言葉が、僕の耳に飛び込んできたんですね。そして、耳から心まで届いたんですよ、僕の。で、あ、これか、自分の声って。で、初めて、その時に、もう本当に駆け出しだったので、初めてではないんですけど、こう、あ、自分の声なんだっていうことをね、感じたんですね。で、あれって、僕は、何を逃げてるんだろう。体を大事にするために、その友達のね、お誘いを断った。いや、体を大事にすることから逃げてないよ。なんだろうってこう、一瞬考え込むんですね。だけど、そんなとこでは答えは出ないんです。とにかく、逃げてるんだということを認めたんです、僕。その時。
そうすると次の理解が僕にやってきてくれました。それは迷っていたんだということを理解させてくれたんですよ。逃げていることを何からとか、いいとか悪いとか、そういうことは考えずに、ただただその相手の言葉を自分のことだと認めただけなんですよ。逃げてるんだ僕はと。そしたら自動的に勝手に迷っているということを理解できました。そして迷っているということを理解できた瞬間に迷っていない自分が存在できたんですね。そうです。最初に僕が感じたことを皆さん思い出してください。僕は友達のメールで感じたことです。最初に感じたこと、行きたいなんですよ。これが僕の気持ちなんですよ。それを思考が迷わせて、わけがわからなくさせたんです。本当はどうしたいのかがわからなくなるのが思考なんですよ。そして僕は逃げていること、要するに楽しいことから、幸せになることから逃げてたんですよ。意外でしょ。全く当時そんなことわからなかったですが、その体験で理解することができたわけですね。そして迷っていたんだ。行きたい、やめとこう、これもう完全に迷いですよね。葛藤ですよ。真逆の相対の自分がずっと迷ってる。どうしようかな、どうしようかなって。この場合は迷った時に選択して決めても行っても楽しめないんですよ。ああこれここまで飲んだら明日に響くかな、ああどうしようかなって、そんなことを考えながらね、楽しめるわけがないですから。また、最初の送ったメールのように、もうやめといて家に帰ってね、寝込んでいたら、あやっぱ布団の中で、あやっぱり行きたかったなーって、はあ行きたかったなーって絶対思うんですよ。だからどっちに行っても、迷ってる時にどっちに行っても、ね、どっちに決めても絶対にもう片方が気になって楽しめないんですね。だけど、もともと自分が感じたこと、これが僕の思いですからね。行きたい。ね、楽しいお友達と、楽しい時間、空間を過ごしたい。それを裏切ってしまうのが思考なんですね。で、元に戻れました。当然、行動し直します。やっぱり行くよっていうメールを送り直しました。そしたら、一瞬で、その方が僕の大好きな友達をもっと集めてくれて、じゃああの人とあの人とあの人を誘うねってなって、もう僕の大好きなメンバーですからね、またまた嬉しくなるわけですよ。そして、待ち合わせ場所に行くと、なんとね、その全員が同時にその待ち合わせに、場所に来るというね、まあ、タイミングがバッチリ合うわけですね。そして、まあ飲みに行って、ご飯も美味しく食べて、でそこでもね、また面白いエピソードがあったんですけど、それはまたどっかでね、お話ししますけども、結果どうなったかというと、まあ非常に楽しくみな、友達とお酒を飲めて、ワイワイと楽しめて、体調まで良くなってしまったんですね。だから、本当に自分の、元々の感情、元々の気持ちに従って生きてあげると、必ず幸せでハッピーになりますよという、まあそういうエピソードです。まあこれは、このエピソードに限らず、システムとしてね、必ず感じた後に迷ってしまうという、ね、葛藤が起こるということで、自分がやりたいことをできなくなっていって楽しくなくなるというのが、もう三次元にいたら当たり前に起こってしまいますので、このことを、まあこれもね、何度も何度も聞いていただいて、あまた迷ってたなとか、あまた葛藤してたな、あ葛藤、戦ってることは迷ってるってことか、悩んでるってことか、あそれじゃあ本当の自分の気持ちに気づけないな、本当の自分の気持ちに気づけないのに行動に移すって難しいな、
いや、そんなことできないな、選択しても、ね、どちらに行っても必ず後悔するんだったら、幸せにはなれないなっていうことが気づけますよね。そして、本当の自分に戻って、どんどんやれば、さらなる、もっと本当の気持ちに気づいていけます。だから、本当にね、この、まあ、本当に駆け出しの頃のね、こういう体験をさせてもらえて、非常に僕は、ラッキーだったなって思うんですけども、まあ、本当にそういうラッキーな体験がいっぱいあってね、今もこうやって皆さんにお伝えできるのが本当に、嬉しく伝えさせていただいてるんですけども、まあ、皆さんもぜひね、本当の元々の自分の気持ちに、戻れるように今迷ってるんだなっていうことを、しっかりと俯瞰して見てみてください。どうもありがとうございました。